おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ、今日はですね、何の動画をお届けするのかって言ったらですね、短い動画です。小津さんが装着しましたバイクパーツ、その後シリーズをですね、お届けしてみたいなっていうふうにですね、思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それは今日何なのかって言ったらですね、今電源入れたんですけど、USB のですね、2ポート、こうやって USB の電源取り出すっていうですね、これくっつけたんですよ。かれこれもう、あらかた2年ぐらい経ってるんですけど、壊れません。壊れてません。これ、動画に出した時にですね、ヘルさんそれはもうすぐぶっ壊れるんじゃない?って安いしよう、みたいな。なんじゃそれっておもちゃじゃん、みたいなですね、散々なですね、ご意見もいただいたんですけど、壊れないんだ、こいつが。意外とですね、良かったなというわけでございます。電圧計ついていますから、これがですね、非常に重宝してるというわけでございます。なぜ電圧計がですね、非常に重宝してるのかって言ったらですね、小津さん、補助灯をつけてるじゃないですか。こういうでっかいやつね。うん。これがですね、バカみたいにですね、電源を食うというわけでございます。あ、そうだ。ちょっとつけてみようか。今ですね、13.2V まで電源があるんですけど、補助灯をですね、スイッチオンすると、よっこらしょっと。はい、今スイッチオンしましたですよ。電圧下がっていってる?12.4、12.3。はい。どん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 ですね、今からですね、下がっていくものと思われるんですけど、あんまり下がんねえな。あんまり下がんねえな。まあまあ、そんなわけでございましてですね。よいしょ。やめた。バッテリー上がったら大変なんで、今切ったらまた電圧がですね、復活していくというわけでございまして、この電圧計がですね、非常に便利が良かったなっていうところをお送りして、プラス、壊れなかったっていうところをご報告しまして、本日の動画を終了させていただきます。これ取り付けもですね、アホみたいにですね、おじさんバッチョクでつけてるんだ。それがいかがなものかっていうご意見もいただいてるんですけど、バッチョクでつけていまして、何も今のところですね、不具合ないところをお送りしまして、本日の動画を終了させていただきます。キャップ付きね。はい。ではでは。